はい、どうも、今回はですね、玉ねぎの角切りをやっていこうと思います。こちらまず玉ねぎを、皮を剥いていきます。皮を剥けましたら、こちらまずですね、だいたい5ミリぐらい、だいたい5ミリから1センチぐらいの厚さで、こう切っていきます。で、そしたら、次に、横から同じぐらいの、厚さでこう切ります。はい、でこちらこう横にこう向けていただいて、でこうこんな感じで、はい、同じような感じでこう切り込み入れて、でこう切ると。もう一度やってみます。まず、こう切り込みを、こう入れていきます。はい、こちらで角切りの完成です。ぜひ参考にしてみてください。はい、というわけで今回は以上です。もしよければまたチャンネル登録などお願いいたします。どうもありがとうございました。